技術をやっていくんだけども、ね、今日はたくさんのことをやるので、真似していってください。はい、じゃあ最初。ね、みんなもやったことある。どんどん行くよ。足の裏で行きましょう。今日、よーい、スタート。足の裏で左右、交互ね。で、この時に大事なのは、やりながら聞いてね。この時に大事なのは、足の指の方。指の方で触ります。で、ボールの真上よりも、自分の方の手前を触れるように。少し、手前。OK、ちょっとストップです。はい、じゃあ見てください。ボールがあります。ボールがあります。ボールの、自分側のここ。今の、ね。黒い、もう、ミカサってのが書いてあるんだけど、このミカサのところを触る感じ。真上というよりは、ここを指の方で、前の3分の1でタッチしていくと、よりね、ブレづらくなるので、ね、やってみてください。で、ボールタッチもそうなんだけども、地面の方のタッチも、ね、かかとをつけずに、今の指の方で地面を捉えると、スムーズにいきます。で、のけぞらないようにして、ね、頭下げないようにして、目だけで確認する。OK かな？はい、じゃあ行ってみましょう。よーい、スタート。どんどん行くよ、いろいろとね。そう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 。そう、少しずつボールを見なくてもできるように。はい、OK。今度はそれを左右にやります。ボールは浮かさない。ボールは浮かさないで、行きましょう。よーい、スタート。そう、どんどんちょっと運動量上げていこうね。そう、なるべくボールを浮かさないで。ボールはあんまり動かさない。左右に左右に左右に足を左右にね。もういいよ。オッケー。じゃあ今度親指のねところでボールの下をタッチします。まあ、ダブルタッチでみんなやってるけども、もう一度ポイントを伝えると、インサイドじゃなくてこの真ん中じゃなくて親指の付け根をでボールの下をタッチできると、この時にかかとが一回ずつこうやってつかなくて、ね、かかとを浮かしながらできるので、ね、連続してプレイができたり、相手が来た時に瞬間的にススってかわしたりできるので、ね、これをね、ボールの下を、ボールの下を、なるべくタッチできるように親指でね、意識してやってみましょう。はい、よーい、スタート。そう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 。ボールの下の方ね、真ん中より下の方を親指でタッチしていく。真下だとちょっと浮いてしまう可能性があるので、そこら辺のちょっと調整、微調整はみんなの中で。親指ね、親指をボールの下にダブルタッチの、ダブルタッチでお願いします。うん、親指で。ちょっとね、膝を曲げるといいな。オッケー、ちょっとストップ。すごい細かいんだけども、膝を曲げるためにも、膝、足の幅が狭いと膝って曲がりづらいから、肩幅ぐらいかな。肩幅でちょっと膝が曲がるようにして、やると、リラックス、膝がちょっとリラックスしやすくなるので、ね、その中でやってみてください。はい、もう少し行ってみよう。よーい、スタート。肩幅ぐらいで、足を開いて、そう。このちょっとのところがね、すごい大事になってるね。そうそう、できてきたね、みんな。ナイスナイス。ほんのちょっとなんでね、できてるように感じるんだけども、ちょっとできた風になっちゃうとダメ。本当にできてる。この親指でしっかりとリラックスしながらプレイができるかどうかっていうのは、本当にこの、ね、小学校年代すごい大事になってくるので、そこね、オッケー。じゃあ今度、親指、小指いきます。これはシュートコースするときに思うに使うんだけど、親指、小指、親指、小指。さっき言ったパワーポジションに置く。親指、小指、親指、小指。で、足を、の前にボールを置くんじゃなくて、
足の横にボールを置きながらも、しっかり遠くに置いて、小指がタッチできるか。親指触った後に遠くに置いて、できるか。チャレンジしてみましょう。よーい、スタート。膝が曲がってないかな？遠くに置いて、反発をもらってプレイできてるかな？こっからちょっとずつ難しくなってくるよ。そう、できるだけ連続でできると。お。いいよいいよ、ナイスナイスナイス。そう、連続で連続で。OK! じゃあちょっとひとまず、利き足じゃない方、今やってなかった方の逆足でやってみようか。はい、よーい、スタート。逆足で。これ難しいよね、少しね、逆足になってくると。そう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 。いいよ。遠くに足を置く。パワーポジションに足を置くって言ってんだけど、そこのついた時にうまく横に反発をもらって動けるといいね。で、頭がぶれない。これはポイントだね。足だけを外に出して、膝が曲がらずに、ポン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 。OK! もう一度じゃあ、ポイントを伝えます。ゆっくりポイントを伝えます。親指の時はそこまであれなんだけど、親指の時は少し体を倒す。遠くに置く。その小指の時に遠くに置くのがポイントかな。で、この時に結構横に頭がここでブレてしまって人いるんだけど、頭がブレずに足だけ出す。軸はブラス出す。で、難しい人はゆっくりいいかも。で、一回ゆっくり、一回ずつでもいいから。できたら少しずつ連続でワンタッチでドリブルしていく。ね。ちょっとチャレンジしてみようか。はい、もう一回、よーい、スタート。そう、遠くに置けるといいな。頭がブレてないかな。ボール、頭下げて見ちゃうと頭がブレやすくなってしまうよ。そう、まあ、もう少し遠くに足置いてな。あ、ごめん。誰かいるかな、ここは。あいちゃん、誰かいる？かずし。じゃあ、カズシとはどこにいるかな？ちょっと待ってね。あ、50人が見えてるから大丈夫だと思う。で、一度カズシやってもらおうかな。はい。じゃ、みんな一回、カメラの前お願いします。よーい、スタート。おう、いいね。頭の下がりすぎずにちゃんと見えてるね。おう、安定してるね。おう。いや、つく位置ね。オッケー、拍手。うまいね。で、他にもすごい選手いたんだけども、今のね、斜めに足を置くことができて、反発で動けてると、瞬間的にシュートコースができます。オッケー。継続してくれてる人はわかると思うんだけども、この継続してる間に、小学生の時でも身長が伸びるから、その位置がすごいずれてくるので、確認の中でもやっていくので、みんなこれはね、やったことあるようじゃなくて、毎回毎回身長が伸びてる可能性があるから、その時に足の長さが変わって、足の付け位置が変わるんだよってところは理解しながらやっていってください。OK。じゃあもう一度行きましょう。よーい、スタート。ありがとうね、カズシ。もうこれはね、継続。より何回も何回も同じようにボールタッチができる。同じように動けるかどうか。これをね、ずっと習慣化することが大事。OK、疲れちゃうと思うので逆足もう一回行ってみよう。よーい、スタート。逆足で行ってみるよ。
そうそうそう、いいよ。どんどんチャレンジしてね。ね、難しい。まだサッカー始めて間もないから、そんなね、全部全部うまくいくことではないんだけども、太郎コーチもさっきね、ミスしたけども、ミスしたっていうか何回も何回も、こんな感じかな、こんな感じかなっていいから、どんどんやっていこう。やったもん勝ちだからね。OK、じゃあ最後、もう一回自分の得意な足、ちょっと疲れたと思うからね、ラストやって休憩するよ。よーい、スタート。ラストね、自分の得意な方の足、苦手な方の足やってもいいし、ね、自分のやりたい足やってもらって、途中変えてもらっても OK だからね。そうそう、それを少しずつ少しずつできるようになっていけば、必ず上手くなるから。あとじゃあ10秒。そうそうそう、いいね。良くなってきたね。5、4、3、2、1。オッケー。じゃあ一度もう一回給水してください。いいね、いいね。じゃあ1分後に始めます。ちょっとね、休憩、トイレ、トイレ休憩やったりね。水分ゆっくりとって。みんなが戻ってきたらやるからね。今日はあとアウトサイドやったり、あとはちょっとこう、技をちょっと一個やったりとか、ね、するので、楽しみにしてください。で、最後にボール蹴って終わりにしようかな。じゃあ、あと20秒後始めまーす。いけるかな、みんな。戻ってきたらカメラの前にお願いします。あと2人ぐらいかな。シュンはいるかな。トイレ行ってるかな。カズシもいるよね。入ってきた？シュンマいる？あ、帰ってきたかな。はい、じゃあ、もう一回ボール入れていきます。今度は、少しちょっと難しいんだけど、アウトサイドでタッチしながら動かすんだけど、これをテープ見ながら、あ、滑った。ごめん。下の、引いたやつでちょっと滑っちゃった。この、ステップ踏みながらボールタッチをして、もうちょっと動かすんだけど、その分パワーポジションを置いてやる。ね。ハルコちょっと狭いからなんだけど、斜めに置いて立つ。斜めに立つ。斜めに立つ。これができてくると素早くアウトサイドでボール運べるので、チャレンジしてみましょう。はい、よーい。スタート。小指だね、小指で。そう。両方ともパワーポジションに置く。そう、足を運んでね、足を運んで、斜めに。そう、そして遠くに置く感じね。で、遠くに置いた時に頭がぶれないように。頭がぶれちゃってる人は基本的にはボールを見すぎちゃってるから、目で見れるようにね。小指でタッチしてね。オッケー、ちょっとストップ。やっぱここは難しいよね。よく今見てた中であったのが、膝を曲げてこう、こういう感じね。これだとどうしても、シュートコースが大きく作れない。大きく作る。このな、
この斜めな、足を置いて、この膝が曲がらないで反発で動けるとよりいいから、その位置に、こう置くようなイメージだな。こういう、ね、動かして、こう置くようなイメージ。こう置くようなイメージをしっかりと持って、で、できるといいかな。ね、OK かな。はい、じゃあ行ってみよう。よーい、スタート。遠くに。股の下にボールを置きながら遠くに足を置く。膝が曲がっちゃったなと思ったらもう一個外に足を置けるよ。青葉にやってもらおうかな。青葉にやってもらおうか、愛ちゃん。うん。じゃあちょっとカメラの前にお願いします。青葉お願いします。ね、足を斜めにできるよね。で、股の下で立ちてきてね。あと2往復。OK。OK、拍手。アブ、ありがとう。OK、今の足、真似してね、やってみようか。頭もブレてなかったし、軸もブレてなかったから、今見たく、体はブレずに足を斜めに置く。ね、やってみましょう、もう一回。よーい、スタート。最初ボールなくてやってもね、ステップだけでもいいしね、もし難しいなと思ったら。そう。ボールはね、そこまで動かさなくていいかな。ボールはそこまで。お、高津もいいね。その足を外に置いてやってみて、外に足をクロスさせないように、足を前でクロスさせないように、足を遠くに置く。そうそう、まあ OKOKOK、 それをもうちょっと遠くに置くともっとね動きが速くなるよ。これは小学校 5,6 年生、特にね身長が伸びてきた時にずれてって動きのね、素早さがなくなってきたっていう風になっていくから。OK! じゃあちょっと見ててください。今のあのポイントは、さっき足をこうやってね、斜めにしちゃって、クロスして止めて、まあ、もう一回そこからすっていくときもあるんだけども、基本的に足をクロスしちゃうと次のボール弾いた後に次行けなくなっちゃうので、やっぱこの足を運んで、このね、反発を待って動く、足をクロスさせないっていうのがね、あのポイントでした。OK かな。あとちょっと1分だけ、30秒だけやってみようか、もう一回。ね、足をクロスしないで。あと30秒だけ、これすごい大事なトレーニングだからね、やってみましょう。よーい、スタート。足がクロスしないように足を運んで、外に運んで、そう、膝を曲げずに地面からの反発をもらう。うん、少しずつ少しずつでいいからね、これは。ちょっとずつ遠くに置けたりして、できるし、あと10秒。OK! じゃあちょっと最後はドリブル最後ね、手前に親指、まあ、インサイド引いて、インサイド足の裏を通す、トントン
体を少し横にするといいかな。トントン。トントン。いけるかな、これ。手前に足で引いて、この足の裏を通す。パンパン。パンパン。ちょっとチャレンジしてみようか。はい、よーい、スタート。体の向きで、ね、結構うまくできるかできないか決まってくるよ。真横を見てると難しいかな。今日はボール蹴らないようにするので、ちょっとね、これだけちょっとみんなに少し馴染んでもらったら終わりにするからね。思ったよりさっきのね、アウトサイド、小指のタッチが思ったよりね、やっぱ難しかったと思うし、大事な、技術だったので、そう、どうかな？で、2個目のタッチの時素早くいけてるかな？オッケー、もう一回見ててください。体を、今のこの体の向き、まっすぐというかね、カメラにおへそを向けている状況だと、この、ダブルタッチした時に当たっちゃうんでね、親指で当たっちゃう。少し足、斜めにするというかね、外を向くような形でやると、自分の方に引いて、横に通しやすくなる。引いて、ポン。引いて、ポン。特にこれサイドで使う。タッチライン際で、ボールが、相手がちょっと来ました。それをかわして、横に、前に行くっていうね。自分の方に引いて、前に持っていくっていうのができるんですね。少しそういう中で、ポンポンってシュートも打てるしね。そういった技術があるので、ちょっともう一回だけ、これはね、次回もやっていきたいなと思うので、次回以降もやっていきたいと思うので、今日はちょっと馴染む感じで、馴染ませるというかね、慣れていくような形でお願いします。あと1分ちょっとだけいこうか。よーい、スタート。そう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 。うまい人もいるね。お。で、2個目タッチした後にシュート打てるかな？クロス上げれるかな？瞬間的にディフェンスの足が出てきて、自分の方に引き寄せた後に横にずらしてシュートを打つ。ユーシー今よかった。あ、トーマか。トーマよかったよ。そう、シュート打てるかな。外した後、かわした後。そう。じゃあ、あと20秒にしよう。そうそう、いいよ。どんどんチャレンジして。そう、体の向きが大事だよ。体の向きが。少し外におへそを向けるような感じにするとやりやすいよ。少しおへそを外に向ける。ね。外に向ける感じで、おへそを外にちょっと向ける感じでやるといいかな。そうそうそう、おへそを外に向ける。じゃあ、こっからあと10秒。そういいね。OK でーす。じゃあ、みんなカメラ。